こんにちは。恋愛において世の中には2種類の女性がいるのをあなたは知っていますか？それは恋愛に積極的な女性と恋愛に奥手なおとなしい女性です。ですがどちらの女性も恋愛に興味がないわけではありません。どんな女性でもみんな恋愛に憧れを持っているのです。なので好きな男性に対して様々な態度や言動を使って私の気持ちに気づいてほしいというサインを出しています。ですが恋愛に奥手なおとなしい女性からのサインは感じ取ることが難しいため男性にとって分かりにくいのが現状です。そういった女性はとてもデリケートな気持ちの持ち主なんです。言い換えれば感受性が豊かということになります。もしあなたが気になっている女性が恋愛に奥手なおとなしい女性であったらその女性が出す脈ありサインは逃したくないですよね。その女性と近づくチャンスを失うのはもちろん何より頑張ってサインを出してくれていた女性が何よりもかわいそうです。今回は恋愛に奥手なおとなしい女性が見せる脈ありサインを9つ紹介します。きちんと見極めて女性の気持ちに気づいてあげましょう。1、距離が近づくと緊張する。 LINE や電話で連絡を取り合っているときは打ち解けた感じなのにいざ2人で会うときは緊張している、そんな女性はいませんか？おとなしい女性は気になる男性と一緒にいると緊張してしまい、その緊張ぶりは男性から見てもはっきりとわかるほどです。距離を近づけようものなら女性も一歩後ずさりしたり、近くに座ろうものなら椅子ごと距離を取ろうとしたりといったところでしょうか。俺のこと嫌い？と捉える男性も多いのですが、実は違います。今日の私変に見えてないかな、嫌われたらどうしようと思うあまり緊張してしまい挙動不審になっているだけなのです。その気持ちを汲み取って女性が緊張しないような雰囲気を作ってあげましょう。2、連絡がこまめに返ってくる。気になる女性から連絡をもらうことができれば嬉しいですよね。恋愛に対して奥手でおとなしい女性にも自分の気持ちに正直になって連絡をしてあげましょう。おとなしい女性でも相手の顔や表情が見えない分、 LINE などメッセージを送ることに関してはそれほどハードルは高くないのが現状。今では文章を返さずとも便利なスタンプ機能も SNS は備えているので、より返事を返すことに関してはハードルは高くないと言えます。ですが連絡を送ってもすぐに返信が返ってくるとは限りません。生活のリズムというものがありますからね。しかしあなたに好意があるという女性ならばきちんと返事をしてくれます。返信が返ってくるタイミングは気にせず、あなたと連絡を取っていたいという気持ちが見えるような内容であれば脈ありサインと見て十分だと言えるでしょう。3、視線を合わせようとしない。おとなしい女性はあまり視線を合わせようとしません。合わせてもすぐにそらします。それは単純に目を見て話すという行為に慣れていない方が多いためです。ですがおとなしい女性が好意を寄せている男性がいれば、その女性を目で追ってしまいます。そしてその男性が思わず目線を上げて女性と目が合ったら、すかさずその女性は視線をそらすのです。あなたの周りにこのような女性はいませんか？いたら脈ありの可能性がありますよ。4、パーソナルスペースに入っても逃げない。我々はパーソナルスペースというものを持っています。パーソナルスペースとは他人に侵入されると警戒心を持ったり不快に感じる縄張りのようなものです。友人や気を許している人なら近くにいて話をしていても不快に感じません。しかしそうでない人と話をする、例えば職場の人や初めて会う人の場合は近くで話されると警戒心を持ってしまいます。ここでカップルを例に考えてみましょう。カップルはお互いのことを信頼しているので、パーソナルスペースに相手を招き入れています。むしろ一緒に入れて嬉しいと感じるのです。これをおとなしい女性に置き換えてみましょう。その女性に近づいても嫌がったり距離を取ろうとする仕草が見られなければ、それはあなたに好意を持っているということになります。もしあなたが気になる女性がこのようなおとなしい女性なら、少し距離を詰めて話をしてみてください。あくまでも自然に相手の反応を見ながらですよ。でないと女性がびっくりしてしまいますからね。5、特に用がないのに近くにいる。
おとなしい女性は自分の気持ちを伝えるのが苦手です。なので誰か私の気持ちに気づいてと思って過ごしています。あなたに気があるおとなしい女性がいて、何かのタイミングであなたの近くに来たとします。用事が終わったにもかかわらずあなたの近くから離れようとしなければ、その女性はあなたに脈ありの可能性大です。少しでも長くあなたの近くにいたいとわざと動作を遅くしたりして、あなたの近くにとどまろうとしているのかもしれません。声をかけてびっくりさせるよりも、その女性がその場を離れるまで見守ってあげましょう。6、話しかけたら挙動不審になる。おとなしい女性はとっさの行動の対応に慣れていない人が多い傾向にあります。周囲の人との集団行動に慣れていないためでしょうね。なので思いがけなく話題を振られたり話しかけられたりすると、顔が赤くなる、早口になる、となかなか言葉が出てこないといった状態になってしまいます。それがその女性が好意を寄せているあなたからのものだったらどうでしょう。変なことを言ってはいけない、こう言ったらどう思われるかなと余計緊張して言葉に詰まってしまうかもしれません。一般男性の意見で、このように挙動不審になっている女性を可愛いと思っている方は非常に多いとの結果があります。この可愛い仕草を見たいがためにわざと話を振るド S な方もいることでしょう。しかし女性のことを考えたら無理強いをするのは控えてください。でないとせっかく好意を持ってくれているのに嫌われてしまいますよ。7、男性の小さな変化に気づく。おとなしい女性は積極的な女性に比べて男性の小さな変化に気づきやすい傾向にあります。それはおとなしい女性の方がより感受性が豊かで、周囲の変化を敏感に察知しやすいためです。あなたが落ち込んでいる時、体調が優れない時も、その女性はいち早く察知してそっと差し入れをしてくれたり、勇気を出して声をかけてくれたりします。このような行動が見られたら、その女性はあなたのためを思って勇気を出して行動している、つまりあなたに脈ありの可能性があります。素直にその女性の行為を受け入れてあげましょう。8、最後まで手伝う、あなたに寄り添う。5に少し近い部分もあるかと思いますが、おとなしい女性は忍耐力を持っています。辛い表情一つ見せず仕事に打ち込んだり、寝不足でもその様子を見せない仕事ぶりだったり、その忍耐力には思わずすごいなと言ってしまうことでしょう。何かのタイミングであなたの仕事をその女性が手伝うことになったとします。あなたの力になりたいという一心で、まるで家庭教師の先生のようにぴったりとあなたに寄り添って根気強く仕事を手伝ってくれることでしょう。たとえ投げ出したくなることがあっても、仕事だからではなく、あなたのためという一心で最後まで寄り添ってくれます。このような女性が現れたら、その女性はあなたに脈ありの可能性が十分にあります。近々このような場面に遭遇するかもしれませんよ。9、自分にしか見せないという仕草がある。恋愛に奥手なおとなしい女性は、とにかく自分というものを表現するということが苦手です。あなたの周りにいる女性を思い出してみてください。恋愛に仕事に積極的な女性は、よく表情や言葉にその姿勢が見られます。疲れた時は疲れたと表情にも言葉にもその気持ちが込められていることでしょう。ですがおとなしい女性はこのように自分の現状を体現するのがとても苦手なのです。それはおとなしい性格だからというわけではなく、自分の気持ちを悟られたくないという気持ちから来ているのです。このようにおとなしい女性は常に自分の気持ちを周りに悟られまいとして気持ちを張り詰めて行動しています。ですがこういう女性にも緊張の糸が思わず外れる瞬間があります。それは思いがけなくサプライズされた時です。ここで言うサプライズは、何かを差し入れする、食事に招待するだけではありません。ありがとうやお疲れ様といった当たり前の言葉をきちんと表情に出してその女性に伝えることも含まれます。ありがとうととびきりの笑顔でいきなり言われて、無表情で対応する女性がこの世にいるでしょうか。その女性があなたに気があるなら、この人こんな顔で笑うんだ、こんな表情他の誰かにしているところ見たことない
といった自分以外の誰にも見せたことのない表情を見せてくれるはずです。そのような反応が見られたら脈ありの可能性が非常に高いと言えるでしょう。いかがでしたでしょうか。恋愛に奥手のおとなしい女性でもきちんと脈ありサインを出していることがわかります。伝えるのが苦手だからこそその気持ちを汲み取ってあげたいところですね。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。